やいさほう、ほうをあげろ。はい、どうも皆さんこんにちは、コイコイギャルチャンネルのコイコイです。さあ、フォーナー、ついに新キャラ、海賊が追加されました。来ましたね、ついに。ついに来ましたよ、こいつが。というわけでですね、解禁日からちょっと少し時間経ってますけれども、今回はこの海賊の簡単な解説動画やっていきたいと思います。よかったらね、最後まで見てもらって、新キャラどんなもんか見てみてください。それでは早速、このパイレーツの正体を暴いていく。はい、では早速ムーブ見ていきましょう。とは言ってもね、ウォリアーズで大体解説されていたので、基本的なところはちょっと流していきたいと思います。まず基本チェーンは、弱、強ですね。まあ見ていただいた通り、弱のフィニッシュには回避不能がついて、強のフィニッシュにはスーパーアーマーがついております。まあこれは、ウォリアーゼンで出た内容なので、そこまで違いはないのかなっていうところですね。銃撃ですね、の仕様がちゃんと分かったので、そこちょっとちゃんと解説していきたいと思います。背面打ちは強攻撃がヒットしたら5ダメージの多分確定かな。でチェーンもつなげられる背面打ちになって、相手にガードされた時、強攻撃をガードされた時はこの抱え込み打ちになるんですよね。これどっちも確かチェーンが継続できます。こんな感じでね、状況によって打ち方が変わるっていう感じでしたね。当たれば背面ガードで抱え込み、あるいは外しても抱え込みになります。例えばこんな感じですね。めちゃくちゃ吸い付くんで、この距離でこれめちゃくちゃ吸い付くんでね、これなかなか引き強化が海賊は結構有効になるかもしれませんね。はい、これが銃撃の仕様になります。で、あとはあ、インペール突き刺しですね。これも強攻撃の後そのまま放置、何も押さなければ蹴ります。で蹴って壁があれば当たるので、また強確定しますね、おそらくこれは。で、例えば当てて銃を撃つこともできます。銃を撃ってさらにチェーンを継続できると。ただチェーンを継続っていうよりかはチェーンフィニッシュに持っていけるっていう感覚ですね。銃撃とインペールの使用ですね。うん、強い。であと他のムーブで言えば、まあ、範囲攻撃、これもフィニッシュにつなげられますよと。これは範囲攻撃の後は銃撃出せないですね。銃撃を出せるのは共通して強攻撃の後になります。前世今日はまあ見ての通りガードとスパーマが両立しているというね、新時代のキャラの特権という形のような技でございますし、これもキャンセルできます。あとはサイドステップ強、これは一般的な強かな。まあ、ちょっとね、当たり判定とかは後で検証していきたいと思いますけれども、まあごくごく普通な横捨て強かなというところです。回避性能がね、牽制並みにあったらちょっと化けるかなっていうところですけど、これも、銃撃に発生ができます。マジで興味もないできますね。で銃撃に発生できるということは、あのインペールにも発生できるので、これですね、インペール自体も今ご覧いただいたように出がかりをキャンセルできます。グラと同じですね、操作感としては。まあ、グラよりも強いんですけど。っていう状態のものが、基本ムーブになってきていて、消費スタミナもね、そこまで多くないんですよ。うん、連続でガーフ出したらどうなるんだろうな。いや、という具合にね、結構全体の消費スタミナも結構少なめなキャラではございます。いや、かなりね強いキャラなんじゃないかなと思いますね。基本チェーンだけ持ってきてもスパーマとガーフが、あー、スパーマと回復能がある時点でもう強いので、うん、これは海賊オンラインになる予感がしますね。というところで、基本的なチェーンの紹介でございます。はい、じゃあ次にね、海賊のエクセキューションの方を見ていきたいと思います。結構ね、いろいろ4つのエクセキューションを早速購入してみたんですけれども、全体結構長い印象があったので、どれぐらい回復するのかも含めて見ていきましょう。まずは海賊の制裁というエクセキューションから。
害なのではない。これは処刑だ。30ぐらいかな、回復したのが。まあ、そこそこ回復しますね。2ブロック分ぐらい回復するか。武闘する剣というエキスですね。うん、これも2ブロック分ぐらい回復しますね。じゃあ次ですね、弾丸のダンスというエクスキューション見ていきましょう。うん、これも2ブロック分ですね。じゃあ次最後ですね、死の豪華。はい、というわけでね、全体かなり、確定遅めなエクセにはなってますが、回復量は十分という形のエクセになっております。はい、ではドミニオンのね、海賊の感情を見ていきましょう。まずはダッシュ速度、まあ平均ぐらいかなっていう感じですね。ちょこ一戦だけドミニオンやったんですけど、一切りよりは遅かったっていうぐらいのスピードかな。ただミニオン狩りの性能をちょっと見ていきたいですね。あー、そこまでではないな。そこまで巻き込まないかな。うん、まあ範囲攻撃で 2,3 人ぐらいなので、まあ巨神と似てるから。ただ巨神は風スタンス範囲からの強攻撃で結構削れるので、海賊はそんなじゃないのかな、ミニオン狩りは。うん、まあうまいとこ範囲当てればそこそこいけるけどもって感じぐらいですかね。で、この今ちょっと相手がいないのでできないんですけども、この銃弾各種、これもチェーン中の銃弾の代わりに撃つことができるので、強攻撃の後に撃つことができますね。はい、では最後にね、海賊の特典の紹介していきます。この特典がですね、今表示されているものが海賊のものになるんですけれども、どっかでねこれ見たことあるなと思ったら、これあの残風と同じなんですよね。全く同じで、あの唯一助かったなっていうのは、拠点にいた時の困るのが、あの最後の抵抗だったりとか城塞とか防御力上がる系があったらすげえ厄介だなと思ってたんですけど、まあそこは UBI の慈悲なのか。なかったみたいですね。これは助かった。うん、まあやるとしたらそうですな、まあむさぶり食らうものと忍耐力とヘッドハンターかなとは思いますね。この並びだと私の、まあ、主観というか意見ですけれども、まあ、得点はそんなにまあこっぴどく強いっていうわけじゃないのかなというところですね。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。今回はフォーナーの新キャラ海賊のムーブセット含んだいろんな簡単なご紹介をさせていただきました。まあ総評としてはめっちゃ強いですね。あとなんといってもこのフォーナーの世界に初めて銃が到来したというところでね、まあかなり斬新さもあるキャラでございますので、皆さんもしよければですね、この海賊ヒーロー買っていただいて、フォーナーにね銃という革命をぜひ起こしに行ってください、ね。もしドミニオンで当たった時はお手柔らかによろしくお願いいたします。こういった感じでね、私、フォーナーの動画ですとか、他にもいろんな動画を上げておりますので、よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。あとは、こんなゲームやってほしいとか、このゲームでこういう企画をやってほしいっていうことがあれば、ぜひコメントで教えてください。はい、それではご覧いただきありがとうございました。コイコイゲームチャンネルでした。また戦場でお会いいたしましょう。それでは、またねー。